まあ、デイリーをまずはやるか。あ、じゃあねえや。試したいことがある。バスタムキー。これでできるのか、本当に。お、マッチメイキング。待機リストのプレイヤー数1。経過時間11。ああ。待機リストのプレイヤー数って出るってことは、カスタムマッチができるってことで、カスタムマッチ権限もらえてたんだな。ちょっと一人でマッチ開始してみるか。即終了するのかもしれんけど。一人でカスタムマッチやってみた動画、上げてみようかな。あ、でも、待機時までの待機時間とかが、あ、そうか、もう一人って決まってるから、あれなんだ、パーツ始まるんだ。よし、準備 OK。 でも一人しかいないから即終了なんじゃないのか。どうなるんだこれ。なにこれ、終わりじゃないのか。ビクロイにならんのか。どうなるんだ。着地した瞬間にマッチ終了するのかな。あ、そうか、バトルバスが降り終わる、通過し終わるまであれなのか、なんかなるのか。まあいいや、ちょっと待ってみようか。あれ、何にもならないのかこれ。自分だけのバトルは通って、贅沢だな。ああ、これはそうか、バトル終了にならない雰囲気か。うん、そうなんだ。これがカスタムマッチ権限は与えられたものの特権か。NPC がいるのかどうかとか、細かいところ調べておきたいところだな。どこだろう。とりあえずこっちに向かうか。あれ、こっちじゃない、あっちか。ジャンプパッドは、着地かと思いきや、ダンプスターダイビング。隠れ場所から離れるとインに戦利品がスポーンする。隠れ場所箇所につき一度のみ発生。あれ、さっきもう使っちゃったのかな。ちょっと NPC がいるのかどうかがわからん。バウンティクリアしようがないな。ちょっと NPC の場所調べるか。そして前はデスクトップ画面で貼ってたんだけどな。よし、こっからだと、まあここが近いか。装備を整えたところで別に敵がいるわけじゃないんだけど、バウンティーも多分使えないんじゃないのか。やっぱ誰もいないからな。
どうでもいい武器。よし。あ、デイリークエストにはクリアにはならないんだ。なるほど。そう、乗り物がない。あった。どうやらこいつはいるみたいだな。うん。下でる上空の裂け目何だったんだろうな。まあ何もないな。で、物資は登場する。ああ、見た感じボスも登場してるな。お、 NPC もいる。うん。お、ちゃんと武器も変えるんだ。なるほど。コレクションとマップが。あと、そういや、新しい、完全にマップわからないところがない状態というか、曇りがなくなってる状態のマップの画像データを取っておきたいところだな。他に確認するところはないかな。とりあえずカスタムマッチができるよってところと、ストーム3収縮終了後に浮島が出ることも確認。ルートアイランドだったか。うん、まあその辺が確認できればもう特に確認したいことはないかな。よし、じゃあ君たちと戦って倒されとこっかな。いや、ちょっと草むらはどかしとこっか。まあでもな、せっかくだったら、あ、マジか。あ、よう壊しても襲いかかっては来ないんだな。あ、でもダンスはやめてしまうのか。悪いことをしてしまったかな。
刀の練習しとくか。一応浮島もせっかくだからどんなもんなのか見ておくか。この家は何なんだ。なんというかどれぐらいの物資とかアイテムとかあるのかな。そろそろ去っておくか。でもパルスライフルは出しておくか。なるほど、最後あたりはちょっと音が変わるんだな。弾が切れそうなタイミングで。で、パルス。クリエイティブ島に来た気分だな。バトルラボか。なるほど。まあ周りの建築を吹き飛ばして。つうか音飛びとか全くねえし、まあラグもないから、やっぱネットワーク環境とかそこら辺に影響されてるのかもしれない。
本能的に死を回避してしまうな。まあ、一応あれだな、離脱するよりちゃんと死んでどうなるかも確認はしておくか。ビクロイ扱いなのか。ロビーに戻る。まあ、とりあえずボックにもカスタムマッチ権限があるってことが分かりました。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと一応参加してるのが一人だけだったから、ちゃんとビクロイ扱いになってビクトリークラウンは持って帰ってくることができるみたいだね。はい。